アビスパファースト、源本田中です。どうでした冨安選手、兄貴の印象で。いや、あいつはとんでもないやつですよ。やっぱり今も、もうもちろんもう数字的にももうセリアで全部出てるのあいつだけ で、うん、でスタッズとかもめちゃくちゃいいわけじゃないですか。ボール奪ってる率、繋いでる率とかももうめちゃくちゃいい数字出してて、もう最初からすごかったですか。やっぱ最初は下手くそでしたよ。でも本当にけどやっぱ僕すごいのはこう言ったことをどんどん吸収するし、僕ができないことを注文してもやれちゃうようにどんどんなっていくっていうのはもう、はい、うまくない、そもそもうまくない選手だったんですけど、うんうん、やっぱうまくなるし若い選手って、うん、だからその伸びしろがもうとんでもないスピードだったっていうのはもう横で一緒に見てて、いやこいつはすげえなと思って。ああそうですか。もう僕多分1ヶ月ぐらい一緒にやった時点で、うん、ああもうこいつすごくなるなと思ってましたね。へえ。ぶっちゃけ知らなかったですからね。ガンバの時に試合やってて、うん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 、高校生で出てたとかっていうそんなんも知らなかったですもんね。じゃあもうまっさらな状態で冨安選手と会って、そうで練習やっていくうちに分かるもんなんですか。いやもうすごかったです。だから彼と冨安とあとウォンっていう選手、韓国人の、あれはもう2人はもうとんでもなかったですよ。へえ。確かボランチでしたよね、最初冨安選手ね。で、矢良監督がセンターバックで使える。そうですね、後ろに、はい。で、そっからそれまでだってそんなにセンターバックやってなかったですもんね。うん、でももう全然やれるっすけどね、後ろも。まあ前、ボランチやってる選手だったら、1個下がったらもう全然もう視野が後ろから相手が来ないから、楽っすよ。はぁ。で、サイドバックやってましたからね、セリアで。そうですね。でもあれも、もう監督が冨安が戦術だって言わしてるからもうすごいですよ。もうここに攻めさせようとして、冨のところに攻めさせようとして冨が止めるっていう戦術を組んでるようなサッカーだったんで、僕なんかボローニャまで試合見に行って、でクラブハウスとかこういろいろ見させてもらいましたけど、スタジアムで、でいろいろ話しててもやっぱこうそこの信頼関係もできてる部分もありますし、あとまあ彼やっぱ結構そういう貪欲というか欲がもうどんどんあるんで、まあその先を常に見てる感じの話はしてますけどね。まだビッグクラブありますよねこの後。いやもうガンガンあると思う。クリロナと対戦してるとこでもなんかすごいなって。すごいっすよ、イブラヒモビッチとかあの辺とかとバチバチやるじゃないですか。なんかこうアビスパサポーターもこう夢見させてもらってるっていうか。本当っすよ、ね、でもこういうのも全部タイミングじゃないですか。兄貴も福岡来たタイミングで冨安選手がいて、井原監督がいて、なんか本当そうっすね。井原さんも結構しかも任してくれたというか、僕は結構もうむちゃくちゃなことを冨安に注文してもそれをこう多分監督の戦術にハマってない注文もしたんですよ、ね、でもなんかまあ聞いてて聞かないふりをしてくれてるなっていうのも感じましたし、だからそれは井原さんで良かったなっていう、こう自分もディフェンダーだから、まあ、そういう言い方もあるよなと。はいはい。ただ圭介君それちょっとチームとは違うけど、そう俺の戦術じゃねえじゃんって絶対思ってたと思うんですけど、聞こえたら俺言わなきゃいけないから、そう聞かないよみたいな、はい、うわかっこいい。そこをこう井原さんをこう一任してくれてたというか、まあそこもなんか僕も甘えちゃってたけど、でもそれは冨安のためになんかこうもちろんクラブ勝たすんだったらそっちの守備なんだけど、でもそうじゃなくてやっぱお前がなんかもうどんどんこう無理聞くから、うんうんうん、なんかもう僕も楽しくなってきちゃって途中から言えばできるって、そうそう、もう打てばいい、いや、いや本当にそうっすよ。マジでちょっと異次元でしたね彼は。はあ、お前ちょっと取ってこいって言ったらバーッと取ってくる、バーバー取りってくるし、本当に待てって言ったら取れるけど待つこともできるわざと。だからその辺がこうただの感覚だけで行く選手だったら待てって言われても行っちゃうんですけど、トミはやっぱ賢いから、あ待てって言われたら待って次のことを考えてっていうプレーをもうどんどんこう頭回してやれる選手だから、はあ、そのいろいろチームのバランス見てっていう、まあそこの引き出しをどんどんこう吸収しようとしてくれたっていうのは本当にありがたい。どんどん引き出しできていく。いやいや、ありがたかったっすよ。言えばどんどんできるようになって、はいはい、もう本当に面白い。でもそこわかんないですよ普通、うん、行きますよだって、は
行きゃ取れるんやから。そうなんですよ。自分のところでは取れるんですけど、ね、でもそういうことじゃないぞと、待たないかん時もあるよ。そうそうそう、だからそこの使い分けもいろいろ教えてしたら、やっぱそこをこうつ自分で勝手に使いこなすようになるし、でもあと周りにそういう指示もできるようになるし、はあ、だからもう本当にすごい選手だなって近くで思ってましたね。じゃあ兄貴的にもやっぱ楽しかった。いや、めちゃくちゃ面白かったですよ。だからこうそれの若い選手とこう富安みたいなもう跳ね返りがボンボンあったのの、ちょっと前兆みたいなのがガンバの若い選手たち、そういうこう選手がいっぱいいたんですよ、前目の選手で。そういえばあの宇佐美選手も海外から戻ってきた時、はい、アビスパ来てましたもんね。そうっすね。クラブハウスに宇佐美選手が来るって言ってざわざわなってた時あったんですけど、そうっすね。あれもなんか遊びに来てくれて挨拶してね、はい、兄貴に会いに来たんですよね。そう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 、フラッと日本帰ってきて、でもあいつふざけてんのが帰ってきて、うん、その挨拶だけだったんですけど、全部なんかマスクしてこうなんか帽子深くかぶっていきなりテキーラの瓶にサインくださいなんて言って練習場でこれはおかしいなと思ってパッて見たら高志で、へえ、ふざけんなお前って。でもガンバ時代は結構厳しく、めちゃくちゃ厳しくやりましたね。言ってたんですね。はい、もう調子乗ってたんで、そもそも人としても、けどやっぱりそういうのも高志も聞いてくれてっていう、僕みたいなこうなんかそんなにね実績とかもない選手でも高志はやっぱこう聞いてくれてたっすね。なんでか分かんないですけど。サガン鳥栖に移籍、はいはい、これなぜ？これはもうシンプルにあのイタリア人の監督がいらねえって言ったんですよ。急にいらねえって言われて。え、どのタイミングで？いや、キャンプ終わって急にいらねえって言われて。キャンプ終わって？はい、えっってまだ始まってないですよみたいな。そんなことあるんですか？はい、開幕してないですけどねみたいな。でもなんかその話もまあ聞いてなんか納得いかなかったら、いや行かねえよって言って、お前がいなくなれよって言って、俺全然言うんで、別に。でもまあなんかそのイタリアのサッカー自体がやっぱりこうカテナチョとかこう結構組織をすごい大事にするっていうところなんで、こう基本的にキャンプ中でも僕もいろいろこうポジション修正のところでこう指示したりすると、いやちょっと黙ってくれみたいな感じで結構何回か言われてたんですよね。でそれでもやっぱまあ OKOK って言って聞いてたんですよ最初は。けど多分僕はその聞いてるけど、そのイタリア人ってやっぱポジショニングすごい大事なんで、そこからスタートしてほしいっていうルールっていうかだったんですけど、まあキャンプ終わって呼び出された時に、やっぱお前の色とかをあんまりこう出しすぎてほしくないみたいな感じで言われた時に、まあだ出さないようにはするけど、やっぱりこう俺もこう自分のさそのスタイルでやらないと守れないっていう部分もあるから、自分のスピードとそれぞれの選手のスピードもまた違うから距離感も違うし、相手との間合いも違うわけじゃないですかって言って、だからそこは理解してくださいねみたいな話もしたんですよ、そしたらその2日後ぐらいに強化部長から呼び出されて、ちょっと違うチーム探そうかって言われて、はあ、どういうことですかって言って、もうなんかちょっと置いとくのもなんかしんどいみたいだって言われて、へえ、そんなこと。まあまあじゃあチャレンジすらもさせてくんないってことですよねって言って、分かりましたよって言って、はあ、で、鳥栖はどうやって入ったんですか？それですぐ、やっぱ、まあぶっちゃけだから、アビスパ側の結局契約したのに、急にそんなの首じゃないけど、まあ、いらないってなったわけじゃないですか。もう福岡の監督のせいだわけじゃないですか、僕がもう暴れ散らかしたり、もう無視してとんでもないプレーしてたんだったら、お前もうじゃあダメだ、規律違反だとかっていうので、アウトってできるんですけど、もそんなんしてないんで、アビスパのそのもう監督のそこのテーブルに乗らなかったっていうだけなんで、だからもうそこからだったんで、まあアビスパ半分ぐらいっていうか給料もうほぼ持つっていう話で、じゃあもうもはやタダで取れるわけないじゃないですか僕を。それではもう結構手を挙げてくれてるところあって、はー、その中でトースチョイスしたって感じです。はー、アビスパサポーターは結構揺れてましたけどね。いやだから勝負したいなって思ってましたし、まあ、何もまだ成し遂げてないのに、ああこんな感じもあるんだなと思ってですね。でもまあそこはなんか
それで強くなってくれるんだったら、うん、まあ俺は別に全然良かったし、で兄貴的にはやっぱ J1 に上げて、いやもうもちろんそこのために来たんで、ね、うん、そこは最低限、まあガンバの時も一緒ですけど、うん、やっぱもうやることやんないと、うん、その次のチーム行くって、まあ結局愛着やっぱ湧いちゃうんで、そこのクラブに対しても、どこもそのチームで戦ってる時は、あ、やっぱそこのクラブがいいチームだなと思ってやってるし、そこのファンとか街も好きになるわけなんで、うんうん、けどやっぱそんな感じでね、もう離れざるを得ないってなると、結構その 1,2 週間まあしんどかったですけどね、もう練習も一緒にさせてもらえなかったし、へー、あのチームメイトと話すんなって監督が言うから、だからもう時間ずらしてトレーナーさんとコーチだけやってくれる人だけ、はでも監督とあの監督にもう怒られるから、コーチたちも大々的にこうできないっていうので、もうなんかあのあそこの海のあのガンノスの外側の海のあの浜のところでサッカーやってるだけでしたよ、トレーナーさんと。それで2週間ぐらい、はい、3人でやってたんで、その時がもうメンタル的にこうなんか嫌でしたね。トレーナーさんたちも申し訳なかったし、それバレたらまた怒られるんだろうなとか、最悪その人たちがクビになっちゃうとかも考えてたから。そんな状態だったんですか。それでもやっぱやってくれて、いいやいいよいいよって言って、それでクビになんだったらって言ってくれてる人がまあ何人かいて、それはすごいこうなんか申し訳なかったですけど、まあしっかりこう試合出てやりたいなっていうのもあったっすね、はい。